今度はね、同じ失敗しないよ。確認しよう、ゲーム音が入ってるかどうか。寒い。オッケーオッケーオッケー、入ってる入ってる。よーし、楽勝です。ウィニングパス9 2022、競馬の歴史を学ぶぞ13回目。今は1987年、まあちらほらね強い馬出てきてます。ブラックパレット、ベルボ、このポーポーカクインじゃない、ウーマングース、こいつ期待大です。河内のマインドステン、これただね、そのトップジョッキー乗せたらそれは強いから、ハンデとして自分の娘を乗せようと思ってます。バレンタイン、ちょっとね3歳馬以上はちょっとトップジョッキー乗せたりしてるけど、これからは2歳馬以下はね、自分の娘カホちゃんだけ乗せようかなと思ってます。っていうのも最初からカホちゃん乗せてたんですけど、カホちゃんがなんか妊娠しちゃって、ここら辺で86年の1月4週以降妊娠しちゃっての騎乗できないってなったから、トップジョッキーに変えちゃったんで、だからもう3歳以上は全員トップジョッキーに乗ってもらいます。当分生涯、一生涯で2歳以下またカホちゃんに乗ってもらおうかなと。ただ危惧してるのは、またカホちゃんが妊娠した時どうしようかと。まあそれはその時考えましょう。では、行こうか。イクスゴールド、まあ、ここ勝つっしょ。あれあるからね、非根幹距離ついてるからね。中山の2200とか大得意でしょ。しかしその差はわずか。あれ？ここが踏ん張りどころ。残り 200m、 ダイナガリバー意地を見せる。あれ？2番手は西野ライデン、後方から一気にイクスゴールド、2着はダイナガリバー、1着でゴール、2着はイクスゴールド、3着に西野ライデン。衰えた可能性なくもない。今いくつだっけな、6歳か。衰えてる可能性あるぞ。久しぶりに負けたね、イクスゴールド。神戸新聞杯ラフペナント、まあ、でもダイナガリバー確かに強いからな。ゴーハラカガバトルマカロンちゃん、5戦5勝のダートバー、まあまあだね。そんな激強ってわけではない。しかも1800がギリ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 、崖の上のようにフラフラしたていじゃねえかよ。ホドルスキースプリンターズ、まあちょっと厳しいかな、スピード C だし。大釜、あーオッケー、はいはい、オッケーです、オッケーでーす。来年はどうかな。あ、強いのばっかみたいな話だったっけ。あ、そうだ、黄金世代だった俺。黄金世代が来るんだった。少なくとも5、6頭はいるね、強いのが。ファンファンファファファンファン、バトマカ3歳馬で小馬を蹴散らすことができるのか。トミアルコ1800はこなせるの。勢いよく
タトマインティ。ここで先頭はタトマインティ、あと 200m バトルマカロン追い上げてきた。バトルマカロン先頭です。このまま押し切るか。バトルマカロン差し切った。バトルマカロン強い強い。バトルマカロン圧勝ゴールイン。2着はベルズノーズマン、3着にタトマインティ、勝ったのはバトルマカロン。いいね、 G1 級だから。ラフ・アルナズールクラブ馬、キーンランド勝ってる。これちょっとおもろいね、楽しみ。俺のまあポドルスキー、ただあーでもライバルいないな、あいつ逃げたな。なんか強い馬いたんだけどな、出てないわ。ポドルスキー先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m 後続を大きく引き離しました。2番手はラフアルナズール。いやーラフアルナズールも頑張ってるけどね。ポドルスキー今ゴールイン、段違いの強さです。2着はラフアルナズール、3着にセントシーザー。ポドルスキー春の高松の宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。やるやん、スプリントの頂点になっちゃったよ、スピード C なのに。いやラファールナズール結構強いな、こいつ。こいつに G1 勝ってもらってもよかったな。瀬戸口トムさん、どうもよろしくお願いします。ブラックパレット海外人はね、やっとここで勝ったんだよ。バトルターコイズクレア増沢、レディースプレディじゃない、レディース何これ、チャンピオンズカップって言うの、チャンピオンズリーグ CL ってどういう意味だ、どういう意味だ、あレディースクラシックか、なるほど。オドルスキー1600、まあだろうな、もう悪くないじゃないか。下向きもいない、うん、悪くない。早く秘書変えたいんだよね、俺。このロリッコがちょっと苦手すぎる。早くギャルに変えたい。フランズ・バレンタイン。クドフュジ。クドフュジに一回負けてるからね。ただもう一回叩いたね、ブラックパレットはもう。フランズ・バレンタイン先頭、リードは2馬身から3馬身。クドフィジ足色は十分、前に迫れるか。あと 200m フランズ・バレンタイン意地を見せる。残り 100m、 2番手はクドフィジ、フランズ・バレンタイン差を広げる。先頭はフランズ・バレンタイン、1着でゴールイン。2着はクドフィジ、3着にバヤコア。フランズ・バレンタイン、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。5着あら、終わった。競争寿命が尽きた、最後の輝きだったんだ、前走のアメリカ G1 勝利は。そう考えるとよく頑張ったな。バトルターコインズ先頭、2馬身から3馬身のリード、ライフ立山2番手、手応えはどうか。バトルターコインズ先頭、2番手はライフ立山。バトルターコインズ、いいね、この馬で決まりか。バトルターコインズ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はライフ立山、3着にクラウンエクシード。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはバトルターコインズ。アイス寒い時でもうめえな。
ムトト、かわいい名前が。ラフカントリー4番人気。なんか良さそうだね。エルカスケードも強いけど、ちょっと見てみようか。クラブは最近強いからな。エルカスケード先頭、外からオリーブダンス、ラフカントリー伸びてきた。ここからラフカントリーあるよマジで。エルカスケード先頭、前に迫るラフカントリー。エルカスケード先頭、残り 200m。 さあ先頭は今度はラフカントリー。一気にマルシゲアトラス、ラフカントリーレバル、マルシゲアトラス、マルシゲアトラス1着、2着はラフカントリー。いやーでも悪いマルシゲアトラス、辻の将軍敗れました。これは掲示板までです。いや悪くない悪くない、いい競馬でしたこれは。南に負けるのはもうしょうがない。でも11番人気だってすごいね。ジョッキー力の差です。今のはもう気にしなくて結構。ここ勝ちそうだな。なんか力産パワー先頭、前に迫るダイナアクトレス。さあ先頭に立ったのはダイナアクトレス、外からベルベットグローブ、内をつけ、内からクレア。ダイナアクトレス先頭、あと 200m、 クレア、クレア追い上げてきた。クレア抜けた。2番手はダイナアクトレス、クレア先頭だ。クレア1着、2着はダイナアクトレス、3着にベルベットグローブ。これが G1 馬の実力だ。クレア一戦級がいなかったな。フーリッシュプレジャー、絆レベルも上がって、天皇賞は出るんだ。レベル5、一番人気の一番メジロデュレン、シリウスシンボリスダホーク。あーなんかここら辺強いね。頑張り玉へベルゴ、一応2冠馬だベルゴ先頭、突き放しにかかります。鹿島ウィング2番手、手応えはどうか。スダホーク伸びてきた。ここから勝負をかける。あと 200m。 ベルゴ先頭、2番手はスダホーク、粘れ先頭だ。ベルゴ、ベルゴ1着、2着にはどうやらプレジデントシティ、3着にスダホーク。これが G1 馬だ。ベルゴ悪くない。次はジャパンカップと、やっぱマスザーが合うんだろうな。いや、あ、秋の瞬間は出ない。2000こなせないから。2200から3000だから。3200だったっけ？3頭か、3頭ダメか。頼む。よし。ブラックパレットは帰ってきてもらいます。やっぱここで引退できない。できる。ターコイズはチャンピオンズカップ、クレアちゃんは天皇賞、春秋、ベルゴはジャパンカップ。いいね、かぶりがなくて綺麗、綺麗だ。ミスプリがチャレンジカップか。指示はできる。スピード重視するか。フォーカークイーンできない。ウーマングサできないな。僕できる。オフ客室重視しようか。
バトルマクロン、スピード重視、パワー、スピード特質。これができないんじゃん。コトルスキーできるよ。スピードベルできるよ。ミスプリできるよ。してるよ。よし、これで全員したね。いいね。いやでも、ま、来年また馬増えるからな。5、6頭がちょうどいいな。やっぱり寒い。どうしよう。初めて暖房をつけようかちょっと悩んでいる自分がいる。絶対つけるもんかと誓っていたが、てかその前にリモコンどこだ。あった。うん、でも暖房つけたら眠くなっちゃいそうだな。つけちゃおう。ムルシエラゴ4番人気。舐められたもんですね。エリートエスケープが1番人気です。ダリア賞同じ激闘集大を晒しておいて負けるなよ、カホちゃん。レッドオート。そうだ。外から。その競馬で負けたらしょうがないよ。懸命に追いすがります。いい競馬してる。エリートエスケープまだ後ろ。ムルシエラゴ先頭。リードは2馬身から3馬身。残り200m、後続を引き離しにかかります。これは完全にちぎれた。2番手はメジロカンパニー。やはりただものではないな。この馬で決まりか。ムルシエラゴ1着。ムルシエラゴ完勝。2着はメジロカンパニー。3着にモデストバギー。これは物が違う。ムルシエラゴ。カホちゃんでもこんだけ圧勝できるんだから。まあでもカホちゃん先行得意だからね。逃げ馬とか先行馬はカホっち。結構いいものってことは C とかだ。あんまり強くねえじゃん。 B あるかっていうレベルだ。一気に愛が一気に愛がちょっと冷めちゃったかもしれない。ポーカークイーン先頭。リードは2馬身から3馬身。一番人気は後ろシコリアに手応えは悪くありません。うわでもこれ10番がいい足使ってるわ。ポーカークイーン先頭。あと 200m。 さあ先頭は今度はテンマガーネット。残り 100m。 2番手はオートリネオ。テンマガーネット先頭だ。テンマガーネットゴールイン。2着はオートリネオン。3着にポーカークイーン。勝ったのはテンマガーネット。ポーカークイーン万能だからね。万能丸じゃない、二重丸じゃないからね。芝もダートも中途半端に走る馬だから。ここ楽しみです。うちの化け物馬。雨はどうなの、うちの馬。うわー、雨苦手なんだけど、ちょっと怖い。いらないか。マックスビューティーにだけですけど、もうマックスビューティーもね、子供扱いだったから、前哨戦で。キモ、何このローテーション。だってさ、こいつだってシエンステークスも出てたよ。こいつだから、シエンステークス出て、ローズステークス出て、神戸新聞杯出てるわ。信じられないローテーション派。昔だったら普通だったのかな、こんなのって。気持ち悪すぎてちょっとなんか、声が出ない。
メジロフルマ先頭、やはり最後はこの2強だ。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってウーマングース、2番手はマックスビューティー、とてつもない強さ。ウーマングース、いやそんな使い方してるからじゃないの。強さです。2着はマックスビューティー、3着にラフダンフィ。ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはウーマングース。そんな使い方しててダメだよ。三連投なんか初めて、連投は見たことあるけど、三連投、うわ、ラフラフラフ。二冠馬か、三冠取りたかったな。桜花賞は取られちゃった。まあ距離適正的にね、しょうがないんだけど。テレプロンプター、へえ、名前がいいね。テレプロンプター、ムルシエラーゴ、ジュニアグランプリ行くか、行ってここ行くか、ほい、スピード C、 一気に愛が冷めるわ、ほんま。エリジョー、なんかエリジョーじゃなくてもジャパンカップでも勝てそうな気がしたりしなかったりしてる。ラフペナント、いや頑張ったよラフペナント。サツキ賞は負けただけかだけか、サツキ賞しか出てないんだ。そりゃそうか、頑張ってたけどね。レディースクラシック、バトマカ、サンサイバがコバをねじ伏せられるのか。ペットマタ先頭、あー、いい競馬してるわ。バトルマカロン先頭、レイドデザート2番手、手応えはどうか。あと 200m、 バトルマカロン余力は十分か。さらに引き離していきます。直線で先頭に向かって突き放 す。バトルマカロン先頭、バトルマカロン強力競馬してる。2着は風ボーです。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはバトルマカロン。素晴らしい、ジョッキーの腕もいいです、この競馬ができるなら。トップジョッキー乗せてるからね。未だ無敗バトルマカロン。ラフアペティあー来ちゃったか、ラフアペティ。ただ適正距離だからね、ラフアペティ多分2000は。うちのマインドスキャンとどっちが強いかっちゅう。アイランドハンター先頭、外からマインドスキャン、ここで先頭変わりました。レベル違うか。先頭はマインドスキャン、残り 200m、 マインドスキャン余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は鉄の勝ち時、マインドスキャン1着、マインドスキャン完勝。2着は鉄の勝ち時、3着に統計フリート。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはマインドスキャン。悪いね、3連覇か。あ、やべ、なんかコメント聞けよかったな。アルテミス、ラフサウスジェット、なんか二重丸だけど大丈夫、
ジョッキーは猿橋君。勝てんの？ラフサウスジェット。シェアザソフィ先頭、前に迫る西のマーケトリー。シェアザソフィ先頭、外から勢いよくラフサウスジェット。最後の追い比べ、先頭はラフサウスジェット。内から星雲リーブル、残り 200m を通過してラフサウスジェット伸びてきた。2番手は星雲リーブル、ラフサウスジェット、まあ、先頭はラフサウスジェットゴールイン。2着は星雲リーブル、3着に西のマーケトリー。ラフサウスジェット見事1番人気に応えました。いいね、クラブマンも調子がいいです。天皇賞、日報帝王が1番人気、クレアが3番人気、エキスゴールド2番人気。ただエキスゴールドはちょっと厳しそうだね。前哨戦のオールカマ負けたくらいじゃもうちょっと厳しいんじゃないかな。いい根幹距離でもないし、先頭外から勢いよく山のスキー、先頭シンブラウン追いすがります。山のスキー先頭、日報帝王先頭、引き離しにかかる あと 200m、 やはり最後はこの2強だ。イクスゴールド迫る、内から一気にイクスゴールド、日報帝王惜しい。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。いや惜しかった、日報帝王がね、やっぱちょっと手つけられないね。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。成長しちゃうとちょっと厳しいな、日報帝王。クレアも頑張ったけどね。やべ、眠さがマックスすぎる。ゲーム始めたばっかだけど。それそうだよな、早起きしてるもんな今日。バトルマカロンがチャンピオンカップか。田島ゴーハラ、マインドスキャン、イクスゴールドジャパンカップ、クレアちゃんがマイちゃんなんだけど、ちょっと調子が落ちちゃってると。あ、評価するか、あんま好きじゃないけど今。クレアいつもだよね、なんか2戦3戦走ったら。てかマイちゃん走るの1は 1頭だけなんだ。あ、違う、クレアがいるからね今日。出た、松坂桃李、バレンタインデーキス。果たして1400をこなせるか。まあ1500走ってっからね、こなせるはこなせるんだけど。勝てんの？バレンタイン先頭、リードは2馬身から3馬身、ガイド投手2番手、手応えはどうか。外から粘りきれんの？残り 200m を通過して先頭はバレンタイン、残り 100m、 悪くないね。シルクエッジ、バレンタイン先頭だ。いい勝負ゴールイン。2着にはどうやらシルクエッジ、3着にウィンドハワイアン、1番人気に応えました。バレンタイン見事です。素晴らしい。で次はジュブナイルか。トリプルテイク来てる、サウスジェット、ウーマングスポーカークイーン。いやダメだ、眠い、眠さが尋常じゃない。30分しかやってないけど、ここで終わろう。このままじゃなんか黙ってゲームしそう。ちょっと寝て起きて続きやるか。うわ、そう、最初からそうするべきだったな。スピード A、 強いや、精神力も A、 こいつ強いや、柔軟性がね。1700までいけばもう最高。桜花賞とジュブナイルフィリーズを買ってくれればもう何も文句ない。もうちょっとやろう。
今のでちょっと目覚めたわ。うん、あー、うわー、重ばだだ。これやばいな、ウーマングスガチの大負けあるぞ。緑と黄色か。ラフダラ先頭。あ、でもウーマングースもう先頭。ウーマングース先頭。内で食い下がるラフダラ。残り200m。これは完全に敵なしなんだ。ウーマングース先頭です。敵じゃないんだ。このまま押し切るか。2番手はマックスビューティー。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマックスビューティー。宿命のライバル対決。この一戦を制したのはウーマングース。怪物だこいつ。香港行っていいかな、直行ローテーションで。優馬神だよ。おもばば渋田ばば本当に得意。本当適当なこと言ってな、お前。おもばば大の苦手みたいな感じだったけど、三角だったけど。ブルシエラゴクレアポドルス。ここどうしようかだよね。有馬記念もありだけどね。有馬記念はでもあいつゴールが飲んでるから、ゴールドで。イクスゴールドでどうにかなんじゃないかな。まあ、ただなんか香港行って負けて戦績に傷がつくのもちょっと嫌なんだな。あー、しかもなんか実力通りのあれが出せないのか。じゃあ余計行く必要ないな。アメリカンオークスだったらまだしも、有馬記念行くか。ウォーカークイーンは土砂回り、能力が強いんだけどね。どっちも丸なのが、どっちかは二重丸で、あれ。いや眠いな、やっぱここはもう冷静な判断。一度寝る。日本戦を元気な状態でいられないのが一番の問題だから、一旦寝て起きて余裕がありそうだったら配信しよう。それがいい。セーブして。ソーリー、なんか中途半端な感じになっちゃって、眠くてたまらん。ではお疲れ、痛んでます。